はい、皆さん、藤井陽平の志が立つ話、本日も始まりました。私事なんですが、30日1日と東京の方に行ってまいりまして、小さな幸せっていうところでラーメン食すことがあったんですが、そういったところで、私自身結構時間こういろいろ決まっていて、皆さんもだとは思うんですが、時間多忙な中食べるそういう小さな幸せ、こういったのがいいなーなんて今日思った次第でございます。で、今日なんですが、そういったところで東京でラーメン屋をやられていて、フードコンサルタントの乳流親方に来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。親方、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、皆さんはじめまして、ニュンリュウと申します。先ほど藤本さんに紹介していただいた通り、今ラーメン屋、の出店のお手伝いであったり、商品作りのお手伝いであったりを主に、やらさせていただいております。はい、親方、今日は結構そのラーメン屋、なりたい人とかもいるとは思うんですが、はい、ラーメン屋に、なるためにだったり、親方がラーメンに志すきっかけとかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、何か親方、そのラーメンに行くいきさつみたいなところを聞いてもよろしいですか？はい、まず、飲食事業に全く縁がなくて、はい、別の業界にいたんですけど、はい、ちょっと飲食の方をやりたいと思いまして、はい、その時に好きだったのが、焼肉とラーメンだったんですね。はい、で、焼肉だったら、高いお肉を仕入れて高く売っても、安いお肉を仕入れて、はい、安く仕入れても、はい、利率って変わんないなと思ったんですね、その時は。はい、で、ラーメンだと、これ本当に今考えると危険な考えなんですけど、はい、なんか美味しいものを作れそうな気がするという勘違いで、このラーメンの世界に足を踏み入れた次第です。親方、でもどうでした？ラーメンの世界に足を踏み入れて、この世界厳しいとか、はい、そういったことは思ったりはしました？はい、先ほどの藤本さんの質問にもあったんですけど、まず、はい、やりたいと思ってる人間には、はい、やめとけって言っときます。なぜかというと、はい、非常に厳しい世界ではあるんですね。あ、そうなんです。甘い考えで、はい、通用しないというか。そうですね。なんで甘い考えで来てるんだったら、はい、まず経営ここを鳴らします。自分はやめといた方がいいよっていう。おお、はい。じゃあ親方的には普通の会社員とか、そういったところに行った方が安定だよっていうところは言えるんですかね。はい、もうそうですし、なぜそういうふうに、言うかというと、やっぱり生半可な気持ちで入ってくると、はい、必ず失敗するので、で、自分も、ね、自分が携わったからには失敗はしていただきたくないんで。そうですよね。まず、ただ、すみません、やりたいっていう方は、何かこういったのは気をつけた方がいいか、はい、それか、もしくはこう全力で、やる気で来ないと、はい、中途半端じゃ無理だよみたいなところですかね。はい、で、それでもどうしてもやりたいっていう人間には、もう一から教えてます。で、はい、これは皆さん勘違いするんですけど、はい、美味しいものを作るとお客様が来ると思って勘違いしてる人がたくさんいるんですね。はい、これが大きな間違いで、やっぱり美味しいお店もたくさん潰れてます。はい、逆に言うと、まずくても並んでるお店がたくさんあります。はいはい、だから本当に、よく、サイゼリアの会長が言われてたんですけど、はい、うまいから並ぶわけではないと、はい、並んでる商品がうまいんだと。はい、それはすごい深い言葉だなと思って、はい、やっぱりお客様から、変な話、まずくても指示があれば儲かりますし、はい、いくら美味しいものを作っても、はい、お客様が来てもらえなければ、食べてももらえない。はい、皆さんそこで勘違いしやすいので、はい、もちろんあっちの味を一から作るんですけど、はい、じゃあ今流行ってるお店の丸パクリのものをそこで出したからって流行るわけではないんですね。はい、だからそこら辺を皆さん勘違いして入ってくるので、はい、そこら辺からしっかりお教えしてますね。始めたいという方には。
なるほどです。あと親方、はい、自分思ったのはこうやって親方のキャラとかこう立ってると思うんですけど、やっぱ剣士とか、はい、なんて言うんですか、そういったお店にいる人のキャラクターとかそういったのも大切なんですかね、人柄というか。そうですね、これはよく言われることなんですけど、はい、大正軒の山岸さん、創業者の、はいはい、もうラーメンは本当に、豚柄、鶏柄、人柄名言ですね、親方来た、はいはいはい、っていうぐらいやっぱり商品と同じぐらい店主のキャラというかは大切だと思ってるんですね。はい、はい、で一番強いのがそこなんですよ。味で来てくれるんじゃなくて人で来てくれれば、はい、変な話まずい商品を作っても来てくれるわけじゃないですか、さっきの言葉につながってきますけど。ああなるほど、そうですね、本当親方もおっしゃる通り、はい、今つながりました、はい、自分も、うん、はい。なんでやはりそういうのが大事であったり、昨今で言いますとやっぱり宣伝ツールとして SNS が使えなかったりしないとダメなんですね、はい、それを皆さん苦手だからやらない、それじゃダメなんですね、はい、あこれ親方もしかして、はい、あすいません、親方も何かこうラーメン屋をやる中ではい、ソーシャルネットを覚えたみたいなとこもあるんですか。あ、もちろんそこからが入り口ですね。あそうなんですね。やっぱり自分がいろんなラーメンを調べたいときに見るものが一番参考になると思うんで、はい、じゃあそこにいかにどういうふうにみんな、はい、皆さんに目についていくような感じに宣伝できるかが一番の勝負どころですね。なるほどですね、はい、うん、だから本当に店主のその人柄だったり、ま、これ運とかっていうのは親方運とかは特に関係ないですか。もういや、まあ、運の要素もあるところはあるんですね。やっぱりテレビでどっかに引っかかってバズったりとか、はい、あなるほどです、そう、はい、うん、なんかありそうですね、はい、もちろん運要素はあるんですけど、まあはい、基本ベースに置いとかなくちゃいけないのはもちろんさっき、もう美味しいというものは大前提のお話はしてるんですね。やっぱり人が来てもらってもまずかったらリピートはしてくれないんで、はい、うん、やっぱりもう美味しいものを作る前提なんですけど、その美味しいものを作ったのにせっかくお客様が来てくれないっていうのが一番多いパターンなので。なるほどですね、はい、あとこうやって話聞く中で親方がこの間言っていたのが引っかかるんですけど、藤井さんの全てが美味しかったら美味しいわけじゃないっていうこの言葉、はい、これ未だに引っかかって、はい、今日も帰りのドライブ中とか考えてたんですけど、やっぱりまずいものとか、はい、そういったものを逆にあえて入れるっていうのが大切なところでもあるんですかね。あ、それはありますね。わざと、一番売りたい商品を引き立てるために、はい、まずい商品を置くっていうのを、過去自分が働いてたラーメン屋でやってました。リスナーの皆さん、はい、これ結構あれじゃないですよ、意外な言葉じゃないです、ラーメン屋さんから聞けるなんて本当。そう、はい、まあ、つけ麺屋さんだったんですけど、はい、つけ麺を食べていただきたいんでラーメンをわざとまずくっていうか食べられはするんですけど、そんなに美味しくなく作ってはいましたね、意図的に。それが逆に親方流行ったというか、はい、逆に美味しいやつを引き立てるやっぱり、はい、隠し味っていうか、なんていうんですかね、そういったのになるんですかね、立役者みたいな。まあ、そうですね。あと、まあ、これもつながってくるんですけど、藤本さんに説明したとき、やっぱり、醤油、味噌、塩、はい、全てが美味しいと、はい、お客様を迷わせてしまうんですね。あ、迷わせる、はい、どれを食べようか。あ、そうか、全て美味しかったら、そうですよね、どれも全部美味しいんだもんなとかって、ね、はい、言っちゃいますもんね、はい。はい。だから、お店が美味しい商品を売りたいんじゃなくて、はい、お客様が選択肢がいっぱいあると、はい、全部が美味しいと何にもその宣伝材料がなくなってしまうんですね。あ、なるほどです、はい、お店の売りがなくなってしまうんです。あ、そこ全部だったら全部が売りみたいなのだと今度それが売りってはちょっと言えないですもんね、はい、言いづらいですもん、全部売りは、はい、うん、だったらさっき言ったようにあそこは中華そばはあんまり美味しくないけどつけ麺はすごい美味しい、はい、言うとつけ麺のお店なんだっていう皆さん認識するじゃないですか。しますね、はい。そうすると皆さんもつけ麺食べ来てくれますし、はい、もうつけ麺を目指して要は来てくれるお客様がたくさん来るんで。あ、なるほどですね、はい、じゃあつけ麺これとこ、はい、あ、はい、あ、どうぞどうぞ。あ、
これはちょっとオペレーション、作る工程上になっちゃうんですけど、やっぱりメニューがたくさんあるといろんなものを置かないといけないんですね。はい。調味料類とかも。はい。そうすると間違える回数っておのずと増えてくるんですよ。はい、いっぱいあると。いっぱいあると、例えば一種類に対して100杯中1杯ミスるっていうと、それが、はい、5種類やっただけで5倍になるわけじゃないですか、ミスる量が。そうですね、はい、はい、もちろんロボットじゃないんで人間が作るんで絶対どっかにヒューマンエラーはあるんですね。はい。とするとその 100% 納得いってない商品を出す確率も増えてきてしまうんですね。あ、なるほどです。はい、はい、そうするとやっぱり機械損失になりますし、はい、やっぱり醤油ラーメン専門店って歌った方が、はい、お客様が醤油ラーメンを食べに来てもらいやすい。じゃあこれは本当はそういう売りを作った方が最初はいいということですか、親方。そうですね、はい。あ、そうなるんですね、うん、はい。これ売りといったら、まあ、親方も藤井というラーメン屋で結構やってると思うんですが、はい、何かこう売りとかっていうのはどうやって考えたりしてるんですか、親方。まず藤井の場合は今卵かけ麺というものを出してます。で、はい、あそこはもう卵かけ麺専門店というわざと売りにしてるんですね。で、その、はい、なぜ卵かけ麺を選んだかというと、はい、今後流行りそうな、要はトレンドに乗りそうなラーメンを事前に、まあ、キャッチして、はい、これが流行りそうだということでその専門店を作ってしまうというコンセプトのもと、はい、お店を作った感じですね。これがあれですよね、親方、まあ、当たったというか藤井の方満席ですもんね、はい、いつも。ああ、もうおかげさまでテレビもたくさん取り上げていただきましたし、はい、はい、本当にありがたい限りですね。いや、でもこれも自分思うんですけど、親方の人望だと思うんですよね、すべてが。いや、まあ、本当に、会いに来てくれる方もたくさんいるのは事実なんですけど、はい、まあ、はい、って言ってもやっぱり商品が美味しくないと、何回も来てくれないんで。あ、そう、難しいですね、はい、なんかいろいろ。そこら辺もしっかり美味しいものを作りつつ、あと藤井で今気をつけてることがやっぱり卵かけ麺専門店なんで、はい、例えば、期間限定のメニューとか出すときもやはり卵に何かちなんだもの を、はい、を商品として出そうとしてます。で、はい、そこで卵をしっかり乗ってれば、はい、ブランディング的にもブレないと思ってるんですね。あ、これで変な話、味噌ラーメンできましたから味噌ラーメン美味しいのできたから味噌ラーメン出しました、塩も美味しいのできたら塩ラーメンでも出しましたっていうと、うちが何やか分かんなくなってしまう。なりますよね、確かに、うん、あれ何なんだろうっていう、はい、っていうことでもう店名の方にも卵かけ麺専門店って歌わせてもらって、はい、今出す商品も卵に必ず関係のある商品ですね。これはあれですか、女性の方がユーザーというか女性の方が多いですかね、はい、食べに来るお客様。普通のラーメン屋さんですと大体、女性のお客様って1割いるかいないかぐらいなんですね。少ないですね、はいはい、やっぱり、まあ、今はなくなりましたけど昔ってなんかラーメン屋に入るのが恥ずかしいとか女性の方多かったんですよ、はい、あ、なんですけど そこは、はい、もううちは今現状3割から4割ぐらい女性のお客様なんですね。まあ、なぜかと言いますと、店内も本当に和風な雰囲気で入りやすくしてるのと、あとやっぱりトイレにすごいお金をかけました。え、トイレに？はい。あ、でもトイレの神様って言いますもんね、本当。はい。女性がゆっくりできるトイレにしたかったんで、はい、ラーメン屋のトイレってなんか汚くて狭くて、はい、臭くてじゃないですけど、なんかありそう、ありますよね、そういうイメージ、はい、イメージがあるんですけど、うちはもう全部タイル張りで、はい、本当に女王様の光みたいなライトの周りにですね、はい、そうなんですか、はい、あと手洗うハンドソープも、はい、高いイソップってメーカーのを使ってるんですよ。あれ、でも親方そういう細かいところがお客様がリピートにつながっていくんだと思いますよね、はい、あそこいいよね。本当に女性のお客様はそういうところでわざとキャッチーにじゃないですけど、はい、会話とかも、はい、うちの
うちの一番売りは商品じゃなくてトイレなんで見てってくださいとかそういう会話をしてると、まあ、喜んで、あ、じゃあ後で見てみますとか、やっぱりそういう会話とかも大事ですね、はい、コミュニケーションというか。うんうん、そうですよね。アイスブレイクじゃないですけど、はい、あ、いい店主だねっていう感じだとまた来たくなりますもんね、はい、皆さん、はい、しかも自分の得なところは、はい、見かけがこんなんなんで皆さんマイナスから入ってるんですよいやいや、でも全然話したら親方めちゃめちゃ頭いいし、はい、こうやってなんかこうあれなんですよね、優しさとかなんかこう伝わってくるんですよね、はい、親方と喋ってると、はい、で、あのこんないかついあの柄で普通にはい、いらっしゃいませとか説明するだけで、はい、あ、この人いい人なんじゃないって勝手に思っていただけるんで、あ、なるほどですね、うん、はい、普通に話してるだけなんですけど皆さんマイナスから入ってるんで、はい、普通に話しただけでプラスになっちゃうというか、あ、じゃあ親方もしかしたらその外見が逆にプラスに働いてる部分もあるっていうこともあり得るかもしれないですね、はい、あの、いや、だと思います。変な話、まあ、体格がいいとラーメン作ってても美味しそうに見えるんですよそうですね、なんかそれは思います、はい、うん、で、あのスキンヘッドだったらもう衛生的です、一番衛生的な頭ですしそうですね、髪の毛入る心配ないですからね、はい、髪の毛入ってても、いや、はい、俺のじゃないですって言えるんで親方、ここでなんですがちょっと曲の方に入らせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はなんですが、自分がまあ30日1日と東京都知事選、まあ、そういったところで、まあ、自分自身はその秋田方の石丸市長とかいろいろ応援している人はいらっしゃるんですが、そういったところで私的に政治思想ちょっとリリックに入っている、うん、と令和レストレーションの仙台ミックス歩むウィズヘッツ、こちらを今日皆さんお聞きください。一体どうなる摩天楼、世界でも無関心な人々、 GDP の加工はカードさ、フェイク野郎に従順なんてごめんさ、難しい経済情勢は俺には分からんが、官が民の支配の口座やめて、よいドンゲームチェンジ、日本回帰大和の息吹、熱き魂浄化のために行動あるのみ、ターゲットはご都合主義のお偉いさんにドロップ、国民の代表掲げてる使命感、まだ平和ボケしたやつに用はねえよ、日本の夜明けせよ、レストレーション、イノベーションを起こす熱く才能、これが令和レストレーション、結局は裏金権力集団圧力、少数派の意見はこっぱみじんに砕かれる、助け舟を出しても自分でやりなよやりなよ、手のひら返しの繰り返し、選挙に勝って選挙を勝って、裏ではほらほらやりたい放題、資金不足で弱者がまたまた老人狩りじゃん、100年後には海中沈没確定し、